吉田さん、私がね、生まれて初めてセルシオになった時に、なんか吉田さんが言われたように道路の剪定も良かったんですけどもね、スーッとね、滑るように車って進むんですよね。何のショックもなくて、ショックアブゾーバーがすごく働いてますから、何の振動もなく、本当滑前にね、滑るように本当気持ちよかったですね。だからそのフラットでいることってのは、分かりますね。あの感情高く、それこそね、ホストクラブにいた時、ハイテンションで接客すると置いてかれる人がいるんですよ。合コンもそうですけどね、イエーイみたいな感じで最初から突っ走りすぎると、最初から乗ってくれる人はいいんですけども、そこで乗れなかった人っていうのはずっと冷めて、何やってんのこの人みたいな感じになるんですよね。だからお互いのコンディションを確かめながら、最初はフラットでちょっとずつ上げながら、同じペースでフラットフラットフラット、フラットでもレベルがあるんですよ。全部同じ高さでちょっとずつ上げていくのか、それとも極端に高くてこっちが極端に低いのかによって、乗れたり乗れなかったりするんで、だからね、やっぱりね、相手の心をこう掴みながらっていうかね、波長を合わせながら行くって感じかなと思うんですけどね。で、期待するしないなんですけども、そんなこと考えてないですね。あのね、自分に期待するっていうのは、その本当に自分を高く見積もりすぎてるっていうかね、あの未来にそれほど期待してないですね。将来こうなるだろうって思いすぎると、それに支配されちゃうんですよ。でも現在と未来のその高低差っていうのは、どこにもね、そのギャップを埋める要素がないわけですよ。自分を高く見積もれば見積もるほど、期待を高くすればするほど、だから何を期待することでもなく、まあそうなればいいなと思うことはあっても、あまりそこに執着せずにね、ただ目の前の一歩をしっかりと踏みしめること、その繰り返しだけじゃないかなと思うんですよ。で、一歩ずつ踏みしめてると何が起きるかっていうと、転落がないんですよ。一歩の後退ありますけども、だって踏み出してるのが一歩だもん。でもね、一段飛ばしとか一足飛びをやると、踏み間違えた時に転落がすごい速度で起きるんですよね。それこそ上り坂や上り階段っていうのは、上ってるようでいて、あの重力加速度がものすごくつく、じゃない、重力エネルギーがすごく溜まってる状態です。上に行けば行くほどね、転落した時に倍速で落ちていくんですよ。グログログロって、あの相場でも下落はすごく早いんですよね、この逆回転っていうのは。だからこそあのロスカットっていうのがあるんですけども、本当自分の、許容できるリスクっていうのを確かめながら行くと。でしかもそれはものすごく繊細なものなんですよ。で、投資の世界でいうと全体資金の 1% なんですよね、投資に回せるリスクヘッジの額っていうのは。そういうふうに設定するんですよ。だから1億円持っていても100万一口が限界なんですよ。そういう考え方でも、投資の素人の方とかビジネス慣れてない方って、全体の資金が300万あるとしたら200万ぐらいいけるだろうと思っちゃうんですよね。待て待てと、3分の2だぞと。それを失った時に今度100万になる、その3分の2はいくらかってことなんですよね。でも 1% で勝負すると、当然ですけども 1% のボリュームが1億円あっても100万なんですよ。でもそれが本来の姿だっていうふうに高く見積もらずに済むとですね、その100万を失っても9900万あるぞって形でマインドあんまり変わんない、フラットでいられるんですよね。でもどうですかね、300万をなんとか作った人が3分の2、200万を失った時のダメージに耐えられるか、残りの100万っていうのをどうするかっていうと、取り戻そうと思ってそれこそ100万一発掛けとかね、これまさにギャンブルになってしまうんですよ。ギャンブルっていうのは途中であのオッズが走るって言いますけどもね、今までの負けを取り戻すためには当たったところで 1.1 倍じゃダメだと、こんな硬いの言っちゃダメだと、20倍以上じゃなくてダメだっていうふうにオッズが走るようになるともう終わりですね。でも資金がある人って考え方はガチガチの銀行レースって言いますけども、これしかないだろうみたいなところに一点集中、厚めにかけるんですよ。で、勝ったところで100万が101万になるだけ、でもその1万を取りに行くんですよね。もちろんリスクリワードっていうのがありますから、負けた時に100万を失うってリスクはあります。だから100万一発でいかないかもしれないですけどね、だそのぐらい慎重にいくってことなんですよ。で、慎重にいくことを先ほどのねテーマに戻すと、自分はそれほどのものかと、希望した成果が出なかったらダメージを受けるんじゃないかっていうふうになるわけなんですよ。これはね、ビビってるとか挑戦心がないっていうのとは全く違います。挑戦心があるからこそ2度目の挑戦ができなくなることを恐れるわけなんですよ。だって人生はトライの連続ですからね、トライ&チャレンジですからね。その間にエラーが挟まるんですよ。自分はエラーをする人間だっていうふうに自覚していれば、期待値がそんなに高くならないです。で、それが正常な状態、フラットな状態ってことだと思います。確かに千の風、感情込めて歌うと感情が込められない時のギャップをどうするんだとかね、
それから感情についてくれない人は置いていくのかってことになります。だから360度に声や思いを届けようと思うと、なるべくフラットに平らに歌うようになる。そんな気も私もなんかすごいなと思いますね。いやそうですね。で今日もね、フラットにただ動画が来たら返信する、ね、そこに何のアクセントもないと、来たから返す、それだけでございますね。いってらっしゃい。